クリタはオープンソースソフトウェアとして開発されているペイントソフトである。KDE プロジェクトが開発した KDE プラットフォーム用のオフィススイートコフィスに含まれる気まげとして開発が始まった。キャリグラスイートの一部としてユニックス系オペレーティングシステムで動作するが単体での配布もされており、Windows など他の OS にも対応している。GPL ライセンスで配布される。 フリーソフトウェアであるが、機能が強化された商用版も販売されている。フォトショップやディンプなどのフォトレタッチソフトよりも、ペインターやサイなどのペイントソフトに近い操作性を持つ。もともとは、キマげショップとして、名前の通りフォトショップを意識した方向性のソフトとして1998年頃より開発がスタートしたが、2004年頃にペインターを意識した。 方向性に改められた。2005年にコフィス1.4の一員としてリリースされたクリタ1.4が初版。2013年クリタの開発をサポートするクリタ財団がオランダで立ち上げられ、リリースは財団から行われている。キキザサイバースクイレルというマスコットキャラクターがいる。G マイクを内蔵しており、フィルターをかけることが可能である。 デスクトップ PC とタブレット PC の両方に対応して機能が強化されたクリタの商用版、クリタジェミニが2014年よりスティームで販売中。デスクトップ PC にしか対応していないフリー版はクリタデスクトップと呼ばれる。ありがとうございます。